こん今日はえー、っとですねあ西日本の方の川村様からご質問をいただきましてありがとうございます、えー、川村さんからのご質問は、えー、っと僕が昨日まで、えー、っと体験したアクロバット飛行などの件をちょっとお話しさせていただいたんですねそしたら他にも何か体験した話が聞きたいですっていうことだったので え今日はちょっと時計に関する、まあ、体験というかでお話ししてみたいと思います。えー、それはですねバーーゼルワールワドののお話ししをしたいいと思いますあの時計のね新作の、まあ、世界的な発表会があるスイスのバーゼルという町ですね。えー、そこで、えー、毎年春の頃に、あのー、世界中の有名時計メーカーさんとか宝飾メーカーさんが新作を発表する、まあ、そういう フェアがあるんで、すねで、えー、とねそのバーゼルという町の駅から、まあ、徒歩10分かからないかな、そのぐらいの、えー、駅前通りをずっと行くと、そのバーゼルワールドの会場があって、大きな例えばあれですね、えー、と幕張メッセとか、えー、東京ビッグサイトのような、ああいう大きな建物がこういくつもあるんですね。で日本の場合だと 例えば大きな建物の中に東何ホール1ホール2ホール3ホールっていうふうに大きな建物の中がこう、体育館みたいに仕切られているんですけど向こうはなな、んていうのかなそういう感じではなくてもうちょっと日本の例えばえ学校の体育館の大きさよりももうちょっと大きいものが1つ2つ3つみたいになっていて。 そのさっき言った駅があって大通りがあって1つ2つ3つ4つみたいな感じであったりとかうん実際はねえと行って右側にこう4つぐらいあるのかなで左側に2つぐらいあるのかな確かそんな感じで,で1つずつの建物がすごく大きいですで高さもかなりあってうーん学校の体育館ぐらいはやっぱりありますかねえだからすごい天井もその 高いのにバーゼルワールドのその有名メーカーさんが入る1ホールっていうのはそれは確か4階建てまであるんですよ。で年々ねえっ、ー、とそのバーゼルワールドに出てくるメーカーさんがちょっと少なくなったんで、えー、昔は4階まで要は4階はパーツメーカーさんとかが来ていたんですけども今は3階までしかなかったりとかそんな感じでちょっと減ってるんですけどえっ、ー、と 天井がすごく高いのが4階建てぐらいのやつの巨大なやつがこうドーンドーンとあったりしてで渡り廊下でつながっていたりしたんですねでその渡り廊下もえとパスがあるんですけどもちゃんとそのパスを見る人がいてそれがないとその1ホールから2ホールに行けないっていうような感じだったりとかそういうふうになっていてでえ僕が初めて行った20年ぐらい前から その頃は、そは大きなホールの中にいろんなメーカーさんのブースがあってで、えー、有名メーカーさんなんかはもうやっぱり巨大なブースでそれが3階建てとかになっていてそのホールの1階で3階建てとか作ってあるんですね。で、えー、1階が例えばうん新作がバーッとこう見られるスペースになっていて2階が例えば 取扱店さんとかの商談室になっていて3階がラウンジみたいになっていて、えー、食事ができたり例えば、えー、軽食ができたりみたいな感じになっていたりしましたねでうん昔はねそのホールの中にブースが巨大なブースがあるんですけどもその真ん中に大通りみたいなのがあるんですけど結構幅がありますねそうですね 大通りのところって1 0ー,ーぐらいは幅あるかなけど僕が子供の時の夏祭りの縁日みたいにあのもうすごい人混みだったんですねが今では幅はやっぱり同じ1 0ー,ーぐらいあるんだけどもえっ、ー、とそんなにあの混んでないです今は。もうだいぶ、えー、と最後がね2019年に行って まあ、去年とか、ね、コロナで行けなかったんですけども確かなかったんじゃないかな開催されなかったと思うんですけども2019年に行った時は割と空いていましたでそうですねバーゼルワールドは本当20年前はすごい人混みだったのに今はまあまあ全然歩きやすくなりましたねであと昔は撮影禁止とか言ってたんですけどもまあ えー、ある国がすごく台頭してきてその方々は、えー、撮影禁止とか言ってももうバンバン写真撮るんですねだからもう最近はね写真禁止と言われなくなってる感じですねもうもう撮り放題みたいな感じになっていてでうん当然ねすごく広いしすごくたくさんのメーカーがあるからこういろんなメーカーを見ていくと当然時間がすごくかかるから途中でお昼を食べるんですね。 これがねすごい高いんですよ。もともとスイスの物価って例えば僕新潟県で田舎ですけどもその新潟県より東京の方が物価が少し高いんですよ。そのまた東京よりも少し高いんですね。でさらにそのバーゼルワールドの会場はまたさらにスイスの一般的な物価さらに高いんでめっちゃ高いですね。例えばレストランとかでちゃんと食べようかなと思ったら えとちょっとした食べ物でも日本円にするともう4000円ぐらいはすぐするんですねでコーラとかも確か500円じゃ飲めなかった1000円近かったような気がするんだよねだから多分コースでちゃんと食べて、えー、とワイン飲んで最後にコーヒーまで飲んだりするとランチだけ多分ね万円は日本円で1万円はいきますね多分だから僕なんかは割と軽いものを食べてそれでもやっぱりの ね、ヨーロッパ乾燥してるんで喉乾くので簡単なものを食べてコーラとかを飲んで日本円にすると多分ね5,000円ぐらいになるのかな多分そのぐらいいくと思いますで、えー、各会場の端っこにちょっとした休憩スペースがあってでそこはサンドイッチみたいなのを売ってるんですけどもそれもね多分ね日本円にするとね1,000円 1> 1, 円ちょっと出るんじゃなないかなでコーラも多分そういうところで買っても500円ぐらいになったと思いますだからうんサンドイッチとコーラで2000円弱ぐらい行ったかなそのぐらいいったような気がしますしあとそのバーゼルワールドの例えば一番こう有名なのが1ホールがあるんですけども、えー、とそこはパティック・フィリップとか、えー、とロレックスとか、えー、オメガとかが。 入っていてまあいろんなメーカーいっぱいあるんですけどもその1ホールの1階っていうのが一番まあメジャーなとブランドが入ってるところでそこから出入り口の出てすぐ右側というかに、えー、とラーメンを食べさせてくれるところがあるんですね。でそこはね1回だけ人に誘われて入ったんですけど一番お手頃のラーメンで日本円で多分12300円になったような気がするんですね。多分それ 誰か知り合いの時計屋さんがあ、なぐもさん、なぐもさんって言って確か呼ばれて一緒に行かないとか言って一緒に食事をして確かその人が奢ってくれた気がするんではっきり値段わからないけど結構たっけと思って、えー、食べましたね確か本当日本円だったら1200、1300円したと思いますで、量もね大したことないんですね、えー、ちょっと少なめで で味はまあまままああああ普通か、まあ、まあそんんなもんですね。美味しいってこともないけどまずいってこともなくてまあまあ普通でうん、ちょっと日本より高いなとそれはそのバーゼルでも一番安いのでそのぐらいでで、バーゼルじゃなくてフランクフルトにもまあラーメン屋さんってあるんですけどもやっぱりね1000円ぐらいは絶対しますね日本円で結構高いんですよ。1, 円は超えることとが多いですね。ちょっとあの、 トッピングなんかあったりするものなんかだとラーメンはだいたいもう1200円ぐらいから1800円ぐらいまで幅あるもちろん幅あるんですけども結構高いですでその代わりラーメンが食べれるお店だと、えー、日本の一番搾りとかも飲めたりするんであのたまにねそういうのが飲みたいなとか思った時はそういうとこへ行く、まあ、行くというよりたい向こうの フランクルトの知り合いとかが来たんだったら食べ行こうよって言ってフランクルトの満月さんとか行ったりとか、えー、とジュンさんっていう新潟県のラーメン屋さんが前、えー、フランクルトにあったんでそこへ行こうよって言われて一緒に連れてってもらったりしたりしましたね、えー、そんな感じでねラーメンはすげえ高いですびっくりしますでその代わりうーんフランクルトよりちょっと地方に行くと,、えー、とワインめっちゃ安いですねビールとか あのやっぱりフランクルートみたいに都会に来ると全部高いですそんな感じでね日本みたいに都会と田舎ですげえ違うあと日本だと都会と田舎でもそんなに違わないんですけどもうんと僕はまあドイツぐらいしかあんまり知らないけどドイツだとそのワインが盛んな地域だとワインめっちゃ安いしビール工場がある町だったりするとビールめっちゃ安いっすね。そんな感じでバーーゼルワールワドは 僕が昔行った20年ぐらい前はすっごいたくさんのメーカーあってすっごい混んでいたけど今は出店者もちょっと減った少し減ったしそれからお客さんも少し減ったんでまあだいぶ見やすくなりましたね。でその代わり小さいメーカーさんとかも減ったので「おこのメーカー面白い!」っていうのもあんまり見なくなりましたね。すごくそういうい ふうにちょっと残念な気はしますということね、えー、ドイツのバーゼルワールドは、えーっとね、あドイツじゃないスイスのバーゼルワールドはスイスのだいぶ北側の、えー、バーゼルという街で,で、えー、バーゼルの駅の駅通りをずっとうん10分近く歩いたところにバーゼルワールドっていう、まあ、会場というかで建物がこういくつかあって路面電車が走っていたりして。 1で一つの会場がすごいでかいし天井も高いしっていうところでやっていてうーん食事はめっちゃ高いです。で、えー、そんな感じかなあとねそう、えー、と帰りに当然僕はまあ仕事がドイツフランクフルトなんでフランクフルトに宿を取っていて朝早い電車で6時とかの電車でバーゼル入りするんですね。3時間ぐらいかかるんでですよで あの9時半頃とかにバーゼルへ着いてで、えー、歩いて行ってチケットをあの出して入るまでちょっとすごい並んでるんでちょっと待つんですねでちょうど10時頃オープンしたぐらいにパッと入って夕方、まあ、3時4時まで見てで電車でそのバーゼル駅からフランクルトまで帰るんですけどもたまになんですけども、えー、と帰りの電車のホームが 急に変わったりすするんですねうわ外国だって感じで例えば4番線だったのが3番線に変わったりっていうことでそれも電車が来る10分前ぐらいに突然変わったりするんで慌ててみんな大移動ですで大移動してちょっと落ち着いたぐらいで電車が来るっていうやばい感じが結構ありますねそんな感じであのバーゼルワールドは行ったりします えー、ちょっとねやっぱりスイスはねフランクフルトより南なくせにあの高いんですね標高がちょっと高いんで寒いです。あのフランクフルトでいい,いい気候だなと思ってる時にスイス行くとおちょっと寒いねっていう感じです。 ということで、バーゼルワールドと、えー、食事は、バーゼルワールドの会場の食事は高いよっていうお話をさせていただきました。また何か聞いてみたいことあれば、何でも聞いてみてください。ありがとうございました。失礼します。あそう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 、ごめんね。今ね、めっちゃありがたいことに忙しくって、修理品もたまってるし、今日本当は返さなきゃいけないメールもめっちゃあるんですけども、今日はごめんなさい、勘弁してください。明日、明日とか。 常連さんとかはごめんあさってとかにメール返したいと思いますんで一つよろしくお願いします。